こんにちは、アスニです。前回の動画ではトーマンの S150M2 というパワーアンプを2台購入しましたというお話でした。そして今回はこのアンプを最大限活かすために、はい、こちらを使おうと思います。これまたプロケーブルの大人気商品で、ギタリスト電源っていうんですけれども、アイソレーション電源トランスでございます。ある程度オーディオをやってると壁コンセントから入ってくるノイズをいかに防ぐか、もしくは逃すかっていうのが大きなテーマになると思うんですけれども、一番いい方法はアースを引く、もしくは 200V 電源を引くっていうことになると思うんですが、私がこのマンションをリノベーションした14年前はそんなこと知らなかったんですよ。もうそれが本当に後悔しておりまして、この壁ね、後ろの壁ですけれども、もう完全にコンクリートむき出し状態にまでして、でわざわざ新しい壁を作って、でコンクリートと壁の間にこう電源ケーブルなんかの配線をしてるわけですよ。その時に200V ないしアースを引くっていう工事をやってればよかったんですけれども、それをやらなかったのがもう本当に後悔してます。もちろん今からでもこう見栄えを全く気にしなければできなくもないんですけどね、ちょっとねさすがにそれはやりたくないんですよ。ということで、アースを引けない、 200V 電源を引けない、もしくは賃貸なんかにお住まいで電気工事なんか全然無理っていう人にとっての副音になると思います。まあギタリスト電源っていう名前からですね、やっぱり音楽をやってる人にもいいですよっていうことだと思うんですけれども、まあやっぱりオーディオでの用途っていうのを想定して作られてると思います。ちなみにノイズ対策っていうと、クリーン電源とか安定化電源とかパワーコンディショナーとか、まあそういった類のものがたくさん出てると思いますけれども、どれも20万30万とか100万以上とかベーラボーに高いんですよね。とても手が出る値段ではありません。そういう意味ではこいつは約4万円です。で私はヤフオクで3万円ぐらいで手に入れたと思うんですけれども、まあそれぐらいであれば手が届きますよね。それではアップで見ていきたいと思います。まず前提として、こいつは壁コンセントが通常の 100V の場合に使用できるものです。壁コンセント 200V にしている人はまた別の電源トランスを選ぶことになります。左下にスターエレクトリックと書いてますけれども、スター電気のことですね。プロケーブルがスター電気に発注して販売しているものだと思われます。背面から電源ケーブルが出てますけれども、このプラグは米国マリンコ社の 100V 医療用プラグということだそうです。でこのケーブルは長さが2メートルです。サイズは高さ18センチ、幅16センチ、奥行きが21センチということで、重さが9キロあるんですよね。まあまあ重いです。で、色は5色展開だそうです。重さがね、結構重いです。こちらが主電源ですね。これ入れると、ここがランプが光るんだと思いますけれども。で、アウトプットなんですが、上2つが 100V、下2つが 115V になってます。ですから壁コンセントから来てるのは 100V なので、下2つについては 100V から 115V に昇圧してるということになります。背面はこれといって特筆すべきところはありません。電源ケーブルが生えてるだけで、一応ここにアースをつなぐこともできるようです。出力が4つだけでは全然足りないので、さらに電源タップを買い足しました。こちらなんですけれども、これ確かに重いな。プロケーブルの超越重鉄タップ4個口、ケーブルは1メートルっていうものを買いました。こちらが税込み 11,800円ですね。新品で買いましたけれども、はい、こんな感じなんですけれども、想定している使い方としては、こちらの 115V の2口はトーマンのアンプ2つにつないで、それから 100V の方にこいつをつないで、パワーアンプ以外の電源をこいつに挿そうと思っています。それでは視聴に入りたいと思いますが、こいつ単体の効果を知りたいので、まだトーマンのアンプは使わずに、従来から使っているクラウンの PS400 っていうアンプを使いたいと思います。ちなみに、使用前使用後で比べてみますけれども、使用前の状態っていうのは、
壁コンセントから、プロケーブルの6口電源タップ。まあ多分今から数えると2つぐらい前の世代のものなんですけれども、そこに全ての電源を挿してるっていう状態ですね。で、壁コンセントはごくごく普通の一般的な家庭用の、壁コンセント、100V っていう形になります。それではどうぞ。はい、スピーカーの裏側です。電源タップには SMSL の DP5 と真空管プリアンプとクラウンのパワーアンプがつながっています。で、その電源タップからこういう風に、はい、電源トランスをつないでいます。で、電源トランスの電源ケーブルは、壁コンセントにつながっていますね。はい、ちょっとえらいことになりました。使用前使用後と、比較視聴を作ろうと思っていたんですけれども、もうそんなことがどうでもいいぐらいですね、もう歴然とした違いがあります。まあそれを楽しみにされていた方には申し訳ないんですけれども、そんな比較視聴の動画をせこせこと作ってるぐらいだったら、もうとにかくもっとたくさん音楽を聴きたいっていうぐらいですね、もう全く気にならないんですよ。まず分かりやすい違いとしては、本当に背景が静かになりました。で、今から思うと分かることなんですけれども、私のこれまでの音は、ちょっとね、音と音が悪い意味で混ざり合ってたみたい で、それはもしかしたら部屋がライブだからだと思ってたんですけれども、どうもそうではなくてですね、これがノイズの正体だったのかみたいな感じなんですよね。本当にびっくりするぐらい背景が静かになって、楽器のそれぞれの音と音が、くっきりと明瞭に聞き分けることができるようになりました。で、かつそのアタック音、アタック感っていうんですかね、楽器がこうどんどんとこう自分の前に迫ってくるような、そういう変化を感じることができます。それともう一つ驚いたのが重低音ですね。こう上から下まで、高音から重低音まであるとして、今まで重低音がここぐらいまで出ていたと思っていたものが、そっからさらに沈み込んだ音、ちょっとこの辺ぐらいまで出てくるんですよ。ですから、コントラバスのこう弦で弾いたような音がびっくりするぐらい出てくるんですよね。だからこれはね、ちょっともう本当にたまらんですよ。だからもう本当に音楽を聴くのが楽しくって、もうついつい2時間ぐらい聴き込んでしまいました。で、もう本当にこのままの状態でしばらく聴いていたいっていうふうに思うので、パワーアンプわざわざ買わなくてもよかったなっていう感じですかね。まあもちろん、クラウンの PS400 になんか不満があって新しいアンプを買ったっていうわけではないので別にいいんですけれども、ちょっとこれが新しいパワーアンプ2台繋いだ時にどうなるか、ちょっとね、想像がつかないんですね。はい。で、あと、最後一つ、ちょっと一つだけ心配していたのが、トランスのうなり音っていうのが聞こえるっていう声をちょこちょことネットで見ていたんですけれども、少しだけ心配していたんですが、全くその心配はありませんでした。かなりこう耳を近づけても全く聞こえないぐらい、もう無音と思っていいと思います。そこは安心しました。ここまで良くなったことを考えると、壁コンセントをわざわざ市販品のこうオーディオグレードのものに変える必要があるのかとすら思いますね。まあ、あるにはあるんでしょうけれども。ですからまあ、前半でも言ったように、本当に、ね、何一つ工事とかする必要がなくて、ごくごく普通の一般家庭の壁コンセントに、この電源トランスを入れるだけでこれほどの効果があるので、もうオーディオをやってる人にはもうすべての人に強くおすすめしたいと思います。まあ私はオーディオ機器ある程度揃ってから最終段階で電源トランス入れた方が変化の違いが大きく感じられるだろうと思って、まあある意味最後の楽しみみたいなふうに思っていたところがありまして、まあ実際その通りの結果になったんですけれども、まあいやいや、やっぱりね、この電源トランスは本当に最初に入れるべきです。オーディオをやり始めて最初に導入すべきオーディオグッズと言って間違いないと思います。下にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。本当にね、新品でも4万円弱ぐらいなので、買う価値があると思います。それでは